はい、お待たせいたしました、イヤホン TV 新春ハイレゾ大会議第1部の、第3コマ目かな、はい、先ほどはねホルグの大石さんにいろいろためになる話をしていただきましたけれども、次の枠に移りたいと思います。それでは島さんよろしくお願いします。はい、第3コマ目かな、どこかから音が出てます。テレビから音が出ている。テレビから出てる。テレビから出てる。テレビから出てるということはこれは私ですね。はい、すいません。声が遅れて聞こえるようになりました。 HDMI だいぶ遅れて、なんかもうすごいやばい、ちょっとおっさんみたいです。気をつけよう。はい、はい、ですね、この時間帯は、イオン響の黒沢さんにお越しいただきまして、音楽配信ビジネスってなんじゃというのをですね、ご説明いただこうかなと、ご紹介いただこうかなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。明けましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。まずちょっと略歴、プロフィールの方をご紹介させてください。黒沢さん、イー音響ことというかですね、音響&パイオニアイノベーションズ株式会社という、長い社名の会社にお勤めでございます。ネットワークサービス本部音楽コンテンツ課課長、はい、2007年からハイゾ音源配信サイトイオンキョウミュージックの運営に従事、もう10年近いんですね。そうですね、10年経ちました。そうですよね、自体は、はい、すごいですね。はい、現在では配信用ハイゾコンテンツの獲得交渉からイオンキョウミュージックの自体のサイトのプロモーション、実地のイベント、運営全般に携わっていらっしゃいます。まあ、私どももそうですけども、ハイゾ音源とかのイベントをさせていただくときにはよくイオン響さんから黒沢さんが見になってですね、いろいろと一緒にイベントやらせていただいたりとかしておりますけれども、今日はですね、音楽配信、特にその、なんて言うんでしょうね、配信っていうもの自体は昔ちょっと前からいわゆる着歌みたいなものがあったと思うんですけど、そこからこうそういう着歌的な流れとは全然別の流れでイオン響というまあサービスが始まって、なんかこうパソコンでダウンロードして聞くっていう、そういうビジネスっていうんですかね、そういうサービスっていうものをまあどうやってこのまあ今現在のところまで持っていったのかというかですね、そういう風な流れに着地するに至ったのかっていうあたりの、まあ、歴史の証人としてですね、いろいろ語っていただきたいなと思っております。はい、まず最初にですね、皆さんにお伺いしております、一番最初に初参加の方にお伺いしている共通の質問ございます。はい、これをまず、お伺いしてまいりますので、丸×三角でお答えください。丸がそう思う、×がそう思わない、三角が一言では言い表せないでございます。じゃあ最初の質問です。ハイレゾ対応のプレイヤーを買わないとハイレゾ音源は聞けないんでしょうか。そ、ポータブルの話ってことですかね。いや、そこも含めて、解釈も含めて解釈も含めて解釈も含めて、まあ、ポータブルっていうふうに念頭に置いていただいても大丈夫です。まあ、プレイヤーに関してはそうだと思います。はい、まる、はい、ハイレゾ対応機器を揃えないとハイレゾ音源再生しても意味ないの。バツ、はい、次です。20kHz 以上の音って聞こえないと一般的に言われていますが、高い周波数再生することって意味があるの。まあ、これ多分過調帯域以上の周波数を、ね、20キロ以上の周波数を再生することに意味あるの。まあ、意味はあると思います。はい、意味ある。はい、1つ目です。ハイレゾ音源なら何でも音がいいですか。答えにくいですねこれはね、まあ、正直にいきますね。はい、はい、正直、はい、黒沢さんいい人だな、本当に。ハイレゾはこのまま定着するでしょうか。どうですかね、三角ですかね。三角、ありがとうございます。はい、非常に深い。まあ、皆さんのさっきも大石さんからこれ皆さん結構どういう反応なんですかっていうお題いただいてますけど、皆さん結構バラバラです。あ、そうですか。割と皆さん細かいことバラバラなんで、
唯一今まで、共通してたのはあの 4つ目の配属音源なら何でも音がいいのかっていう質問は全員罰っていうところまでは今のところ共通してますのでここはあの正直に答えいただいてよかったなと思ってます。で、じゃあ最初の質問から振り返りたいんですけど、配属対応のプレイヤー、まあ、DAP でもいいんですが使わないと配属音源って聞けないのっていうのこれ丸でしたね。これはどういう、まあ、やっぱプレイヤーに関して言うとやっぱりその音源の持っているものをしっかり、はいはい、再生しないという意味がまずは始まらないと思うので、はいはい、そういう意味では一番最初の出発点のプレイヤーは、うん、あの重要なところになりますね。わかりました、ありがとうございます。2つ目の質問、配属機器、対応機器を全部揃えないと、まあ、入り口から出口までですね、配属音源再生しても意味ないのっていう質問、×でしたけど、これはどういう意味合いで？はあのまあ、よく皆さんもご存知だと思いますけど、ね、あのまあ、配属音源ロゴを念頭に考えているわけですけども、はいはいはい、まあ、あれがつくっていうことは、まあ、20kHz 以上が出るよかと。はい、いうような基準があるわけですけど、まあ、そこだけに配属音源というかその、ね、うん、であることの意味っていうのはそれ以外にもある課長流待機外ということにもあるわけですので、だからまあよくね、なんかその最近その配属っていうキーワードが あのあちこちで聞かれるようになってきて、それは嬉しいんですけど、あのハイレゾオーディオロゴがつくものを全部揃えないとあの 100% 楽しめないとか聞けない、まあ、もう聞けないんじゃないかっていうようないうことをおっしゃる方結構ちらほらいらっしゃるんですかね。あれなんでなんですかね。あれなんでなんですかね。あれなんでなんですかね。それは逆に僕らが知りたいよって思うんですけど、いや僕はそれは分かりますよ。あ、そうですか。はい、っていうのは例えば僕らはこういうの好きだからですけど、うん、何でしょう、これ好きだからですけど、例えば何でしょうね、なんか全くわからないジャンルのもの、例えば金融商品とか、わかんないですけど、あ、金融商品で安心マークみたいな、そうそう、があったりとか、もしあったりだとか、あと何でしょうね、モンドプレ、モンドセレクションはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、例えばそういうものあった時に、こうこれだったらあの安全ですよみたいなこと言われたら、あ、じゃあこれでそうとかないとって思うっていうのは分からんでもないですね。確かに、うん、でそのぐらいの、うん、そのいわゆるこれまでの、うん、あのまあ、ハイレゾの世界っていうのは結構閉じたっていうか、うん、その限られた人、そうそうそう、やっぱまあなんていうんですかね、はいはい、そのアリアダプターの世界だったんだけ ど、うん、けどそれが広がってきたがゆえに、ゆえに、ゆえにあのなんだろう、ヘッドホンとかそのアナログ製品までに関してついてないとやっぱ聞こえないんじゃないのかなっていうのは、と特にさっきのね、あの標本化定理なんて、うん、皆さん知らない話なので、うん、正直ね、うん、ついてないとやっぱ聞こえないことあるんじゃないのっていうのは普通に感じる人がいても全然不思議じゃないなと、じゃない、うん、確かに本当そうですね、うん、だからその分いや本当にこう広がってきただなっていうのは実感しつつも、うん、あの何ていうんですかね、まあ、アナログをあえてつけないメーカーさんもいらっしゃったりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。ありますね。なので、まあ、僕らはもう中立的な立場というかソフトの立場なので、あのいろいろ聞かれた時にはあのそんなことないんですよと、やっぱりまあ自分のお気に入りのものを使うっていうのがまずは基本だと思うし、それでいいんだと思いますけどねっていうことで話すようにしているんですよ、ね、だからまあ今回もそういう意味ではあの、まあ、そうじゃないかなっていうことで待つかなと、うん、ありがとうございます。じゃあ3つ目、20kHz 以上の音って聞こえないと一般的に言われてますけど、過聴帯域外の音、まあ、周波数を再生することって意味があるの、これ丸でしたけど、まあどういうあの部分の高い周波数、もうずっと上の 100K とか、はい、まあ、その楽器でそこまで出るものっていうのはね、ないと思うんですけど、まあ、自然界にはあるというような話でもありますし、まあ、よりこう、なんていうか、そういういろいろオケーションによってはそういったものが意味である、うん、作品っていうか録音物によってとかですね、まあ、ものによってそういう効果がより感じられるものもあるだろうし、だからまあ全部が全部とは思わないんですけどね、うん、あの
ものによってそういったものはあると思うし、逆にどういう音源だとこういう成分入ってた方がいいなと思います。まあほら、よくモノホンってわけじゃないですけど、よく言われるのはガムランが高いシャツ入っててうんぬんって言われるじゃないですか。そうですね、まあ、あんまりガムランを趣味に聞く方っていらっしゃらないんじゃないかと思うんで、あれ結構難しい音楽っていうか、なんかすごいじゃないですか、まあ、まあ水工具ですから ね, だからなかなかみんなして聞きましょうとは言えないんですけど、黒沢さん的な意味で個人的な意向としてっていうか、まあ、考えとしてなんかそういうもうちょっとこうそういうハイレゾで高音が、まあ、これ高音なんだろうなっていう意味でいい音源ってどういう、いやまあでもジャンル的に、いや本当にこう、まあ、僕もね、そんなにこう、まあ、専門家でもないですけど、はいはい、いうところで言うと、その知ってる限りで言うと、そのまあやっぱり僕らが今ね、その使ってるような楽器とかっていうのは、まあまあ、本当に そんな上まで出ないから、うんうん、ほとんどあんまりそこって議論してもしょうがないのかなっていうのを一方で思いつつ、やっぱ自然音とかですかね、うん、だから、まあ、うちで配信してるようなものだと、はい、ジョー・奥田さんのワンビットネスとか、はい、自然界の音を取った作品っていうのはいくつかあるんですけども、はい、まああいったものとか、まあ、あと小野正源さんがアマゾンで取った、うん、ああいったものとかですね、うん、でそういったその、まあ、日々そのいわゆるね、まあ、ポップスとかロックみたいな感じで聴くようなものではないんですけど、うん、なんか学術的なちょっと意味もあったりする、うん、まあ、正源さんの撮ったのアマゾンで撮ったなんていうのは写真で撮っても写んないちっちゃな昆虫とかそういう絶滅危惧種みたいなものが音だったら記録できると、はい、写真だと写んないけどもう葉っぱの裏にいたら写んないですからね、はいはい、だからそういった意味で、まあ、そういったところでもそういったところが活用できたりするんだろうし、まあ、いわゆる音楽っていう範疇を超えたところの部分かもしれないですけどね、はい、うん、あとはうちで配信させていただいたやつだと芸能山城組の大橋さん先生のものとかだと、まあ、大橋先生は昔からおっしゃってるのはその、ハイパーソニックエフェクト、ハイパーソニックエフェクト、はいはい、いろいろ見方があると思うんですけども、まあ、師匠株でしたっけ、うん、ね、影響を与えてとかいうようないろいろそういった研究もありますし、うん、まあ、もうだから本当に音楽を楽しむだけのために聴くっていう範疇を超えてる世界ではあるんですけども、うん、まあ、意味があるかないかというと、まあ、意味はあるだろうと、うん、あるが、まあ、さっきの哲学の話みたいな感じになっちゃうけど、はいはい、うん、ありました。なんかそこで、なんでしょう、そう、さっき実は大石さんがいらっしゃった時に聞きたかったところそうなんですけど、その要は 20kHz 以上の部分とかそこって、ああ、そうでしたね、別にそこってなんか別に 20kHz 以上の例えば別にそこの 20kHz 以上のなんかところを抜き出してサイン波とか聞くわけじゃないじゃないですか、うん、音楽って別にそこの、うん、そこの順を別に聞くわけじゃなくて、なんだろう、なんかこう音がこうポンって鳴った時にその気温に対してこう倍音成分とかバーって上の方にあるものとか、うん、あるもの、うん、まあそういう物理現象としてそうじゃないですか、ね、なんかわかんないですけど、そのたくさんこうたくさん上まで標本化するっていうか、たくさん上まで、戻すためにたくさん上までサンプリングするっていうのはなんか意味がある気もしないでもないんですけど、要は高い この音だけを聞くわけじゃないっていうか、うんうん、ほとんどの音楽っていうのは全てを取るっていう、うん、全てを取りたいっていう、うんうんうん、だからそこがなんだろう、レコーディングというかそのアルゴリズム的にどうなってるのかなのさっきちょっと聞いてみたかったので、よくね、ギリギリそのナイキスト周波数ギリギリのところはサンプリングするポイントが少ない、うん、標本化する点が少ないから、うん、綺麗な再現にならないとかっていうのは最近よくね、うん、指摘される方がいらっしゃいますから、まあ、その辺ね、うん、兼ね合いもあるのかなっていう気はするんですけど、ちょっとじゃあ 4点目いきましょうか。
ハイルズ音源なら何でもトナがいいのか罰、まあ、これは言わずもがなっていう感じなんですかね。そうですね、あのさっきも大木さんがオーディオゲートで変換しただけですがとかっていう話をされてたんで、なかなかそれはそれでちょっとすごいなって思いましたけど、あのいや本当にもうなんていうんですかね、いろんな音源がもう増えてきただけに、うんうん、あのもう宝探しみたいな言い方する人もいますけど、うん、あのなんていうんですかね、まあ、全てが全てその100点満点のものでもないで、まあ100点満点かどうかっていう判断も基準があるわけじゃないので、うん、それはあのお客さんだったり、あとまあ我々個人の、まあ、主観がどうしても入ってくるので、うん、そこは100点かどうかなんてなかなか言えないところではあるんですけども、うん、あのまあ、数字っていうのがやっぱ一つの基準としてあの配慮する場合あるので、うん、それを満たせばどうにかなるだろうというような、うん、それはある一定 の、 その基準にはなる。なっちゃってる、うん、でそこだけを見ちゃって、さっきのおじさんが言ったように最終的には出音でね良ければっていう、うん、そこを、まあ、そこまであんまり注意せずに数字を満たせばっていうような、そこはちょっと寄り所になっちゃってるところがあるかなというところが感じるものも中にはありますが、まあそれはそれぞれなので、僕がこれは良くないと思いますとかいうようなことは言えないんですけどね、うんうん、それは全然いいんですよ、あの逆になんか不幸だなって思うのは、あの本人がその CD 企画上で作ってもうすげえ満足いってるっていうか、もう完璧だと、うん、あのっていうのをなんか入るぞっていうのが流行ってるらしいっつって、ね、アップコンして売ったら、本人的にはだって CD の時点でいいんだから、アップコン、うん、アップコンっていうか単に水ねかさまして、あのビットそういうね、うん、あの空っぽのデータ入れて増やして、空っぽのデータ入れてサンプリングで増やしたって音は完璧じゃんって言われちゃったら、うん、そうですかってしか言いようがないかな、でも全員不幸だなっていう感じっていうんですかね。そうですね、確かにね、うん、それはね、あの非常に僕も思うし、うん、で今その CD がほら売れないとか、うんうん、で音楽配信っていうのも下火になってきてて、うん、今までの売り方で売れないから、うん、そのなんか飛びついてるようなところがちょっとあるかもしれないですよね、うん、だからそういうふうに使わないでほしいなっていうのは、うん、まあ、正直思いますけどね、うんうん、そのなんていうんですかね、確かに悪意というか、悪意っていうか それね、あの悪意すらないですよ、データが悪意ないと、あの、ね、悪意ないのが一番困りますね、確かにね本人自信満々に聞こえちゃうとね、だっていいだろうって言われちゃうと、うん、音悪いですとは言えないです、言わないっていうか、ちょっとね、あと主観の相違もありますからね、うん、そうですね、まあ今その、まあ、いわゆるデジタル、まあ、CD がもうね30年も続いて、はいはい、その時代から、まあ、次の多分時代に行く、はいはい、まあ、あの今その通過点というかですね、うん、まあ、移行期にあるんだとしたら、うん、まあ、このトレンドっていうのはもう少し続いて落ち着いていくのか、うん、まあ、本当そういう移行期じゃないかな、そうですね、とは思いますけど、ね、移行期ならでは の、うん、あのものかなと思わなくはないんですけど、うん、じゃあ5点目、ハイルズが定着する、これは三角でございましたけど、一言では言い表せないとすると、じゃあどういう感じかなと。いや、あの今その今話したようなその混乱がどっちへ向かっていくんだろうっていうか、はいはい、あのそうですね、いうのはちょっとまだ見えない感じがするんですよね。ワンビットの配信とかも、まあ、そうですし、まあ、うちで扱っているものはサンプリングがどんどん高くなればなるほど、うん、データ容量っていうのは相当大きくなってくるし、さすがにブロードバンド化が進んだ今であっても、うん、まあね、DSD 2モードとかやばいですよね、1曲700メガとかですからね、だからまあそれがどうして落ち着いていくのか、うん、で今一方であの、はい、ストリーミングのサービスなんかもそうです、ね、日本でもようやく起こってきてるの で、ね、だから、まあ、音質っていう意味で言うと、うん、あの結構十分だったりするわけですよね、うん、ああいったものでも、うん、そのそれも見方次第だけど、うん、その本当に音楽を本当消費するっ
ていう意味で、そのなんていうんですかね、そこまでこだわって消費されない方ももちろんいらっしゃるわけだし、そういう人にとっても十分だったりするわけだから。確かにね、定着をどこで取るかっていうのもありますけど、まあ YouTube ぐらいを定着って言っちゃうとね、まあそうですね、それはちょっとっていう、だから、ね、まあ昔ちゃんと CD をお金出して買ってたぐらいの人ぐらいのところが定着っていうんであれば、まあ、そうですね、そうそう、どこの、うん、レベルなのかっていうのはあるかなと思いますね。確かにそうですね、うん、ただまあもう少しでも普及していかないといけないなっていうのは思ってるけど、どこまでいけるかなっていう、逆に黒沢さん的なあの肌感覚として、うん、あ、ハイリゾって定着したなって思え、実感として思えそうなタイミングってどういうタイミングですか？そう、逆に今はまだしてないかなっていう感じですか？今はね、やっぱりその詳しい人が使ってる感じっていうところがありますよね、うんうん、そのやっぱりそれは僕らの責任でもあるんだけど、あの使ってくださる方々にある程度その理解力を求める部分があって、うんうんうん、SACD ほどではないけれど、うん、SACD は逆にいい音のディスクですって言ってポンポン大きいポン出しで音がパッと出るから、うん、SACD 逆に分かりやすいんじゃないですか。 SACD っての の時の定着度と今のハイレゾの定着度ってどっちが上ですか？知名度って言われると分かんないですね。僕 SACD 当初の時に本当ソニーさん頑張ってたと思うけど、うん、結局だって今何 SACD って言っていいのかなって思うことありますからね。あの全然オーディオ興味ないっていうか知らない方にそれ言っちゃダメでしょ、ね、SACD っていうのはって言っても何 SACD って言ってオーディオ興味ない人には絶対分からないと思う、ねね、ハイレゾっていう方がまだ新たな気を取るって言われるかなぐらいの、うん、そうなんですよね。だからハイレゾってほらデジタルファイルだから、うんうん、あのそれこそ携帯スマホでもかかっちゃうし何でもですからね。メディアっていうかそのね、ジャンルの名前ですからね、うん、そのメディアの名前じゃないっていうかね、うん、確かにね、うん、形ないんで、SACD と比較すればまあ優位な点かもしれないですけどね、うん、逆にだからあのなんていうんですか、知識がいるってことですよね。その、うん、誰でもアクセスして誰でもそうそうそう再生で音が出せるものじゃないじゃないですか、うん、対応する、まあ、するしないもありましたけど、パソコンでも何の準備してないパソコンだったら再生できないんだけど、こうすれば再生できるようになる。そうですね、フーバー入れろとかね、いろいろ始まってね、でそれをできるようにするためにはセットアップだったりネットアクセス、ね、USB ダックつけろとかね、いろいろね、そ う, そ, うそうなんですよ。だからいろいろ作法がいますよね、うん、確かに。そういったところをやっぱ取り除いていかないと、まあっていうのはみんなね、皆さんよくおっしゃることですけども、うん、なんかね、いまいちこうもう少し時間は必要だろうなと、うん、なんていうかその 社内の会議とかで、なんだろう、今後 の, なんかそのマーケティングとか今後どうい う, こう成長戦略と か, なんかそんな話とか社内会議とかになるときに、うん、なんか定着の話とか出たりするんですか？まあ、それは出ますよね。やっぱり出るんですよ ね, ね、俺らって今どのあたりなんだろうあとどれぐらい伸びしろがあるんだろうそうそうそう、うん、だってね、うん、そりゃそうですよね。で再生するものがやっぱ必要じゃないですか、うん、で再生するものの方は結構長いスパンで企画から始まってものを作るわけじゃないですか、うんうん、だからそういう意味じゃね、結構この先どうなっていくんだっていうのは非常に気にするし、やっぱその後出るし、そうなんですね、まあ僕ら個人としてもやっぱ気になるところは、うん、ね、ありますよね。昔と違っても今ってもサービスがいくつもありますんで、うんうん、その中で選んでいただけるようになっていけないし、うん、っていう昔は本当牧歌的な、はいはい、世界でしたからね、はいはい、本当に早い配信って。確かにね、わかりました。じゃあちょっとせっかくなんで、黒沢さんにその E4 橋っていう会社は一体何をする会社なのかと、ええ、まあ皆さんはね、あの見るからにその配信やってる会社で、だそれは配信の会社でね、だとダウンロードしたりするわけですから配信の会社だってのは分かりだと思うんですけど、でも配信するにはいろいろなことをやっぱしなきゃいけないじゃないですか。そうですね。なんでその実態として E4 橋っていうのは何をやってるのかと、その仕事の流れも含めて、あのどういうふうにして音楽を配信するっていうことを、まあ、
きっかけとしてきっかけとしてっていうかな、うん、始めて、でどういうふうにやってんの実際っていうのをちょっとせっかくなので、うん、披露いただければなと思うんですけど、まあ、イオン教、まあ、正式にはイオン教ミュージックっていう名前なんですけど、はいはいはい、2005年の8月から始まったサービス で、はい、で音楽ファイルをダウンロードで売るっていうトレンドは90年代の後半にアメリカあたり、アメリカで起こってきて、最初は何て言ったっけ、iTunes より前からもあったわけですよね。あの本当ひどい音で、でもね、月に冷やしなんですか、圧縮で、もう、MPC、超圧縮、ああまあまあ超圧縮、超圧縮で 96K とか 64K とかそういう、まあもうそういう、まあまあ、そういう世界ですよ、そういう世界ですよね。で月に10ドルとか払えば、はいはい、本当にダウンロードし放題みたいな、うん、はいはいはい、iTunes2000 のサービスもあったんですけど、で、まあ、2000年大阪にも iTunes も iPod とともに登場して、うん、で日本に上陸したのって結局2005年なんですよね、8月、うん、iTunes もでいう感じで、僕らも2005年の8月なんで同じなんですけど、うん、音楽を聴く、いわゆるソフト、音楽を流通させるメディアですよね、うん、が、まあ、CD とかそういうパッケージメディアじゃなくても音楽ファイルそのものをもうダウンロードと売るような時代になった時に、そういった形で結構音が悪いと、うん、でどんどんこういう形でソフトが悪くなっちゃったらしょうがないっていうんで、まあ、せめて CD の非圧縮、 CD 音源の非圧縮か、あるいはもう24ビットで音楽制作も始まっていたところもあったん で、いいものをとりあえずとにかく配信しようっていうようなことで音響として始めたんですけど、まあその当時ちょうど APEX で小野哲也さんが24ビットのファイルをダウンロードで販売したんですよ、うん、なんでお声掛けして、でまあオーディオメーカーとしてはやっぱその、まあ、いい音をやっぱりみたいな、そういう、まあ、一連の熱い話が多分当時あって、うん、じゃあもういいですよみたいな感じで許諾をいただいて11曲提供していただいて、そこから始まったっていうのが2005年の8月なんですけども、そこが最初なんですね。そうです、そうです。で、まあ、サービスとしては最初はもう本当苦労して、24ビットのその音源とかっていうのは本当にこうもうマスターみたいなもんだし、うん、それしかもインターネットに載せると言ってるみたいなお前らふざけてんのかな話でどこも OK してくれないみたいな。やっぱり当時、まあ、今でもそうかもしれないですけど、結構どのくらいの温度感なんですか。もう怒っちゃうんですか普通に。いやもう全然、まあ、仕事だから怒りはしないけど、うん、もう全く箸にも棒にもっていうか、いや、やりたくないっすねみたいな、ね、そういう感じっていうんですかね。当時ね、2005年の時僕まだいなくて、別の配信サイトに僕はいたん で、ね、一番最初の出だしは僕は知らないんですけど、でその部長も今辞めちゃったのも分かんないんですけど、まあ某所に行った時はそのなんだろう、まあそういうこともあるし、あと絶対そんなのうまくいかないっていうことで、うん、まあ音響さんが血流すの見てますよみたいなこと言われたっていう、ね、へーことまで言われたっていうようなことを話は聞いたんですけど、だからやっぱりレコード会社っていうのは、まあ、その一番いい状態のマスターというか原盤があって、まあもちろんそうですね。でそれを一回出し、うん、もう一回出し、うん、っていうことを繰り返してきて、まあ、事実上そうだったわけ で、うん、でその大元をもう公開しちゃうみたいな、うん、ネット上載せちゃうっていうのは、ちょっと想像を超えた世界だったんだろうと思うんですよね、うんうん、しかもコピー、プロテクトとかも、ね、最初は最初はあったけど、当時はあったんですよ、うん、Windows 系の配信も、まあ、Apple、iTunes もそうですけど、うん、基本的にはそういったことでプロテクトかけて、ね、DRM で、はい、Windows メディアプレイヤーか、ね、クイックタイムでないと対策できませんよね、ね、ありましたもんね、そういう時期 でもダメだったですよね、うん、で、あとそもそもなんですけど、やっぱり CD で出すっていうのが、まあ、最終のゴールなんで、そこを目指して皆さん音源を作るので24ビットみたいな
何の話だみたいなところもあったと思うんですね、うん、途中のものみたいな、どの状態のものかしらいいのみたいな作りかけみたいなね、うん、感じかもしれないですね。だからで、まあ、ただ、まあ、ちょいちょいあの数学にあの共感していただけるところから少しずつ始めていって、あの2000それが10年ぐらいまでかかったんですかね、うん、だから5年間ぐらいはずっと本当にもう全然売り上げも上がんないし、うん、あのただそういう一方であの USB ダックとか、はいはい、そういう対応機器っていうのは粛々と結構な勢いで出てきましたね。出てきたんですよ。そうですよね。そう、それであの対応機器は増えてきてるんだけど、あの配信の方はちょっとまだ足踏み状態みたいな。当時はそうですよね。当時ようやく PC オーディオとか言ってて、うん、パソコンで聞こオーディオ CD リッピングで聞こうぜみたいな頃ですよね。その走りの頃ですよね。うん、2009年でしたっけ、リンの DS とか、ね。ああ、はいはいはい。そうですね。あれでやっぱ変わったんだ、ね。あそこはね、大きかったですね。あのもう本当ネットワーク、これもそれまでほら PC オーディオ、はいはい、パソコンでね、再生してっていう、ね、だったんだけど、まあ、リンの DS とかが出てきた時に、まあ、リンがね、あそこまで本気でもう CD プレイヤーもやめちゃうし、ね、そうね、CD12 っていうすごく評判いいプレイヤーあったのに、うん、それをいきなりディスコンにして今日からクライマックス DS 売ってくれた前みたいなね。そうですよね。すごい会社ですよね、あそこ、うん、しかもフラッグシップから買えるみたいな、うんうん、そうそう。で、まあ、配信側としてもで、そこでもう DRM と DRM を取らなきゃダメだなっていうのもあって、うん、あのもうだって Mac だって再生できなかった、うん、で、まあ、僕らだとあのノルウェーの 2L の、はいはい、モートンが Mac 張りにインタビューで来たのが2009年だった、うん、8年か9年か。それでなんかみんなそのパネラーで出ていろいろやるんだけど、でその音デモストレーションやるんですよ、うん、でモートンがそのやかけてたものがものすごい音が良くて、うん、うちも用意してたんだけどこれはまあ違うなと、うん、で彼と話したらもう DRM フリーでもいいから何でもいいから日本でも出したいっていう話やったんで、じゃあ一緒にやろうっつって2010年から 2L のコンテンツを最初に DRM フリーで出して、でそれからこう少しずつ実績作っていって、で他の取引先もリアルフリーカーに賛同していただいて、で2年かけて完全リアルフリーにしたっていうですか、ね、そこから変わってきた。最初に DRM でやってて後から DRM フリーにするっていうのはすごい抵抗なかったですか、レーベルさん。あ、もちろんありますよね。話が違うって、あの日本的に言うと一番やっちゃいけないパターンじゃないですか。なんか最初に言ったら違っちゃうみたいなね。もうそうっすよね。だからもういくらそんな話相談したってもそれはもう首立てにしてもらえるはずがないので、そうですよね、やっぱりその OK してもらえるところから実績を作っていって、はいはい、まあ、実績変わってきますよっていう話であれば少しは説得材料になるので、うん、そういったところでそうですね、少しずつやって2012年からワーナーユニバーサル、はいはい、ビクター国内も始まって、まあ、少しずつ結構皆さんが知ってるアーティストも増えてきて、うん、でそこからこう浮き上がってきたと思うんですよね、うん、で13年にモーラも始まって、うん、だからそう、ね、そう2010年ぐらいまでに取り組んでた我々とか、あとおとといさん、うん、あと HQM ストアとかでね、クリプトンの、うん、はもう結構苦労しましたよね、本当に。いや、本当そうですよね。その最初の頃って一番辛いじゃないですか、なんかその、そうですね。ね。いや、でもね、うん、でもそれやっぱりずっと、まあ、使ってくださるお客さんもいたりとかしてこそだと思うんですけど。そのなんか原動力ってなんですか、ね、その最初のその辛い時期があったじゃないですか、売り上げがさっき言ったその上がらない時期っていうのもあるし。そういう時、やっぱり、やっぱいい音ちゃんと、あの、いい音で、音楽を聴いてもらえたらっていうやっぱり熱意じゃないですかね、うん、だからあんまりこうビジネスビジネスしてないっていうか、うん、理想に燃えてきたというか、うん、まあそれは今でももちろんあるんですけど、今はよりなんていうかな、ビジネスライクな世界になってきたところはあると思います。音響さんがこういう配信をやろうと思ったのは何でなんですか、音響さんの関連会社っていうか、
音響って結構そのパソコン周辺機器を前から使って前やってますね。ソーテックさん買収したりとかね。あより前にもう90年代ぐらいからあのデスクトップパソコン用にあのあとそもそも、うん、そうですね、サウンドカードたくさん売ってましたもんね。そうですね、そうですよね、 90PCI でしたっけ ね、はい、あそう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 、はいはい、でそういうのもあったので、あのパソコンで再生するってところもないから、あの早くからこう関心があったんですよね。それいかにいい音で出すかっていうところですね。このお仕事の流れ的にその配信したいなって思うときって、今多分その配信したいんですって言うときと配信しませんかっていうときとあると思うんですけど、大体ざっくりどういう流れで交渉するんですか？あのもう本当にもう会社間で契約を結び、その契約の中でその支払い料率とかをまあ決めていくわけですけど、うん、それに基づいてあの月々売上を毎月毎月お返ししていくというようなことになるんですけど、だからまあもう一応契約したらもう作品自体はどんどん毎週毎週入ってくるので、それをこちらは粛々と配信していくという、それはなんかあのさっきの 2L の場合はその何ていうかな、 2L の主催者というかね、まあ、やってる人があのやりたいって言えばやるってことだと思うんですけど、うん、レーベルさんになると どういう人たちが出てきて、もう少し大きな規模になってくると、やっぱデジタルの部署があるので、あ確かにありますね、配信とか専門のね、あのそれはいわゆる気圧縮関係なくね、うん、入るぞ関係なくね、そうですね、 iTunes もそうだし、もういろんなところのデジタル配信に関して取りまとめてる部署があるので、はいはい、そちらとやり取りさせていただく担当者との方とやり取りして、はい、まあ、決めてくると、やるやらないって言ってくる、そうですね、今はもう扱ってくださいっていう営業を逆に受ける立場これいただくことも、まあ、昔よりは多いですね。多いい昔は誰も言ってこなかったですから厳しい世界だから CD 屋さん行って、まあ、SLCD とか作ってるメーカーさんとか、いろいろこう購入する興味がありそうなところにこう電話するとか訪ねていくとかして、ただ単に何だろう、あのハイレゾのレーティングだから扱うとかっていうわけではやっぱりないっていう、あではないですね、まあ、もう本当様々ですね、様々、うん、まあまあまあ、まあ、お客さんに求められてるかどうかまあもちろんのことなんで、ハイレゾじゃないものだったら配信するけどみたいなことは言われないんですか？ハイレゾ、うちはハイレゾないんだけど、もしくはハイレゾちょっと出したくないけど CD だったら出してもいいみたいな、あそれ昔ありましたね、あ最近はそういうのない、CD のマスターじゃダメなのみたいな、あそうそう、ね、そういうね、いやそれは違うんですよあのその当時まだハイレゾとかいうことはなくて、はいはいはい、あの高音質配信とか高音質配信とか、はいはい、まあ、音響の場合 HD 高音質だったんですけど、はいはい、でだから24ビットの音楽ファイルをダウンロード販売するんですと、うん、でじゃあ CD マスターじゃダメなのみたいな、うん、いやだからみたいな、そういうのを何度も繰り返したりとかそれはやっぱり何ですか、あのもうあのブランドっていうか、そのサービスのコンセプトが CD 客以上のものを配信するってことだから CD の配信はやらないっていう感じですか？あ、まあそうですね、はい、コンセプトがそうだからってことですね、はい、なのであのまあ逆に CD 配信専用サイトとかサービスはやらないですか？まあそうだ、話はあんま聞けないと思うんですけど、そうですね、どうですかね、まあ、アイデアとしてはもちろん出たりしてるんですけど ねあのまあ、先ほどの問題でその16ビットのマスターをわざわざ24ビット化して、うんね、出してこられちゃうよりは、そう冷やし区で16ビットを、ね、まあまあそのやっぱ OK テイクなんだし、ね、そうですよね、それをそのまま聴いていただくという、で例えば CD をレンタルしてきてリッピングしても、うん、それ満足にしっかりリッピングできてるかっていうと、結構デフォルトの設定がもう圧縮するような設定だったりして、 あとあのタグ付けるのめんどくさいですからね、そもそもね、あとかね、そうそうそう、だから結構そういうニーズあるんじゃないかっていうところもあるので、うん、まああの訴状に上がったこともありますけど、うん、未発表だけど CD にするのはちょっとヘビーだなっていう、うん、あそういうのもありますよね、プレスするまでのことはないけど、プレスするのはちょっとヘビーだけど、うんうん、そのレーベルの方とかと、まあ、その例えばいろんな音源が配信になったりとか、まあ、この間あの
相手の高橋敦さんが、いわゆる配信音源だってその急に配信停止になってなくなることもあるんだよなっていう話を結構盛んにおっしゃってて、そうですか、だからその配信されてるからってずっとあると思わない方がいいっていうことをまあちょろっとおっしゃってたんですけど、そのレーベルさんとその配信会社さんの、まあ、そういう距離感っていうか関係ってどういう感じなんですか、うん、まあ、基本こう、ね、もうかなりこわもてな感じで言われちゃうのか、あ、それはないですね、仲良く、うん、うまい感じにこう、まあ、仲良くできると思ってるんですけど、うん、やっぱでも配信停止とかに関して言うと、うん、もうそこはやっぱりもうしょうがないところがあって、うん、そのやっぱり音楽って、まあ、書籍とかもそうだけど権利もの、権利ビジネスですよね、完全なね、なのでその契約が、うん、その期間が切れてしまったりとか、ね、そういう場合がありますよね、レーベルが権利を持てなくなるとかね、そうそうそう、なんで確かにレーベルさんとしてもうちはもう少しも見つけてないんだけど、ね、でも権利上層とかでちょっと悪いんだけどっていうようなこととかですね、ね、お客様の方から見たらなかなかこう納得いかない部分もあると思うんですけど、うん、やっぱり音楽とかね、そういったもう著作物って権利が発生しちゃうことですよね、うん、そういうものってついてもある感じはね、イオン協さんの場合は基本 WAV ファイルでの配信っていうのはどの、はい、アーティストさんもまあ大体あるかなと思うんですけど、そうですね、一部のメーカー以外は、フォーマットとしてこういう風に納品してくださいとかっていうのはあるんですか、はありまして、まあ、標準的なお願いっていうか PCM であれば WAV ファイルで納品してほしいということで、あ、そうなんですね、なので僕らとしては、まあ、なんていうんですかね、納品されたものを基本あまりこう手を加えずにサーバーに上げると、うん、その、まあ、鮮度というか、はいはい、量的ですけど、まあ、要するにデータ的な改変をしないとですね、うん、もう来たものをそのまま出します、そのままっていうのが基本のスタンスなので、ワーブでいただいてワーブに載せると、はいはい、だから、まあ、タグ付けとかもせずに、はいはい、そのまま載せるというようなスタンスがまずありますけどね、うん、だからちょっとあれですけど、さっき AIFF でみたいな話、あ、はいはい、ご質問で事前にいただいたものですね、あったと思うんですけど、はい、だから AIFF での納品がないんですよね、基本ワーブでいただくので、うん、だから AIFF では配信はそういう意味ではできない状態なんですよね、うん、AIFF で皆さんからいただける環境になれば、まあ、それも一つかなと思います、ね、あ、逆に言うと AIFF を拒否してるわけではないではない、単純にPCM 形式だ、リニア PCM だったらいいですよって言ってるけど実際ワブで来る、そうですね、あとはもう僕らが皆さん等しくその AIFF の品が受けられればいいですけど、はい、これは AIFF あるけどこれはないとかいうようなガタガタになるのも結構難しくなって、確かに、ね、そこがやっぱり見通しが立たないと、その辺とやっぱり 2L はすごいですね、もうありとあらゆるフォーマットがマルチから何なんだっけあんなに作ってる会社もなかなかないかなってぐらい、うん、仕事が早いんでしょうね、多岐に当たってますよね、うん、でもグラミー取ったりね、ね、すごいですよね、イオン協さんのサービスはその今後どういう風にしていきたいとかってのありますか、例えばまあ、いろんなご意見あると思うんですよ、まあ、よく、まあ、オーディオ業界なんかでも話ね、まあ、よくご存知ですけども、いやトレーサビリティをどうするんだとか、うん、クレジットがないとかあるとかないとかっていう話とか、うん、そういうのとかっていうのはイオン協賛的にはどういうスタンスなんですか、現状、いやもうできることは本当に何でもやりたいんですけどね、うん、さっきレビューの話っていうかいわゆるその誰がマスタリングしてとかいうクレジットの話に関して言うと、はいはい、例えば最近ね、気の利いたコーヒー屋なんか行ったら、うん、これはどこの農場のコーヒーとか、ね、農園でね、いろいろあるじゃないですか、ね、はいはい、何の豆でとかね、どう引いたとか、ね、そう、まあ、そういう形のものもしっかりつけたいなって思うんだけど、なかなかその追えないんですよね、さっきのトレーサビリティをする部分なんだと思うんですけど、誰がマスタリングし
ってこう納品されたものなのかというのは、国内のものは少し覚えるんですけど、海外のものに関してはなかなか覚えない部分もあったりして、なんか結構自分たちとかあのオーディオ機器とか扱ってると、まあイヤホンさんとかもそうですけど、うん、こう納品するときにこうジャンコードと一緒にこうこれはイヤホンでないでないでとかってそういう、うん、あの こういう機能があってとかっていう、もうこう埋めるジャンコードと一緒にこれ埋めてくださいっていうのが来るんですよね、はい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 、そうですね、でそれねちょっとやろうかと思ったんですけど、うん、埋めないいやもう嫌だ、あのねこれを必須項目だってなかなか言いづらいですね確かにね、そうなんですか、やっぱこれ必須ですって言っちゃうと納品が減っちゃうんじゃないかなとか遅くなったりとか、あともう本当に作品としていい作品なのに、うん、それが埋められないだけに配信できないっていう、あ、まあ、なるべく埋めてくださいとかね、そうそうそう、うん、それちょっと考えたりはしてます、はい、そうね、やっぱレコード会社もね、あの過去の作品とかトレーサビリティが取れてないっていうのも、まあ、そっちもあるでしょうし、やっぱ問題なのは、問題っていうかどうしても対比されちゃうと CD にはブックレットがあって、うんうん、CD にはその巻末に誰がやったどうのこうのって全部書いてあるじゃないですか、まあ、正しいか正しくないかさておき、やっぱりそれを慣れちゃってるので、じゃあなんで配信だとできないのっていうふうに思っちゃうんですかね。そうです、逆になんでできてるんですかね。それはまあ黒沢さんに聞いてもなかなか、いやもうやっぱりあの、まあ、僕はここで言うことあれけど、レコード会社の、まあ、いろいろな仕事の流れの中で、まあ、ある種配信は外れてるってことなんですかね。そのいわゆるあの CD 作る時のスキーム的にも、あ、もう別ですね、完全にね、で出来上がってる仕事の流れからちょっとずれは、ね、違うルートになってるとそういうのが漏れちゃうっていうのはあるのかもしれない。まあ、まあ、現状でも、まあ、現状はでもこうだと、うん、で、まあ、そこから少し変えていくっていうのは、まあ、これからだと思うんですけど、やっぱりその配信事業者だけでもダメできないんで、うん、やっぱり音楽業界中でそのコンセンサスが取れての動きになってこないと、うん、この辺りっていうのは大きく変わってくることは難しい。あの E 音響のサイト自体のなんか今後の、まあ、機能追加とか、ええ、そういうのってなんかこう構想としてはあるんですか。構想、まあでも本当に少しずつ少しずつあの改造というか、うん、改善は施してるんですけど、まあ、まあさっきプレイヤーの話とかもねありましたけど、うんうん、あの専用のね、専用とか買ったものは、まあ、あのいただいて、事前にいただいた質問で専用のダウンロードしたものはなんかこうインターネットから降ってくる、自動で降ってくるプレイヤーアプリが欲しいとかね。そうですね、ダウンロードができなきゃいけないのあるんですけど、うん、ダウンロードしたものを再生するまで、まあ、いわゆる iTunes 的に完結してるものっていうのは、あの今のところだと、あの Android 版の HF プレイヤーとかはダウンローダーもついてるので、はいはい、あとはそのうちのダップのやつとか、そうですね、あ、そうですね、逆にそこまで完結しちゃえばねいいのかもしれないですね。そうですね、プレイヤーアプリもあるとね、うん、いいんでしょうけど、確かになか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 さ、プレイヤーソフトって大変、ね、大変ですよね、大変いろんな、どういったあと音出音に関係する部分もあるので、そうですね、一応一石では作れないところもありますね。あっという間にお時間になりました、はい、最後締めなんですけど、あのダウンロード、まあ、今ってそのいわゆるサブスクリプションで、ストリーミング配信っていうのがだんだん今年ね、去年か AWA とか、LINE MUSIC とかいろいろ出てきましたけど、まあ、こういうダウンロードするっていう配信のビジネスっていうのは今後どうなってくるかなっていうのと、うん、ね、いや本当難しい、もしかどうなってほしいなっていうと思うんですけど、まあ、一昔前に、10年ぐらい前に、そのいずれその弱調ひねれば水が出るみたいに、音楽をそうやって聴くの自体がやってくるって言ってた人がいたんですけど、メディア、ジャーナリスト、うん、もうその時代ともう来ちゃって、そうですね、あっという間に、そうですね、早かったですね。だからもう、あの、なんだろう、弱調ひねればミネラルウォーターが出てくるみたいな、うん、それがまあハイレゾなんだろうと思うんですけど、例えば。だから、でもそういうことで本当にいいのかなっていうか、あのもうどの家庭でもミネラルウォーターが出ちゃったら、あのそういう今ミネラルウォータービジネスは全部なくなっちゃうわけでだから大きくその
音楽流通とかそのビジネス構造そのものをドラスティックに変えてしまうことになるので、だからハイズ配信がもう本当に そこまでの便利なものになりすぎちゃってもまた、うん、どうなんだろうとかですね、いろんなことがあって、あと今そのストリーミング配信そのもののいろんな、まあ、もう課題は抱えてたりするし、うん、そうですね、ただまあ利便性っていう意味ではあれね、今思いつく限りだとあれはどうでもいいし、うん、でもダウンロード配信は配信でダウンロードできるいいところもあるんですよね、うん、自分の手元に置く、まあそうですね、サービスっていずれなくなるかもしれないけど配信ね、マスターは自分の手元に置けるっていう、前あのワンビット研究会で僕ストリーミングの世界がそのうちやってきて、でアクセス OK も買う時代になるんですみたいな話を、まあ、事例として紹介したんですよ、まあ、したらはいとか手を挙げて、それじゃ困るんだよっつってみんな怒られたんですよ。だから怖い、手元にないとダメなんだ俺らっつって怒られて。ね、それは一つの事例であって、ね、両方なんか組み合わせていいんですよね。あのサブスクリプションの機器の、うん、でも手元には残したい、 それはフィジカルで残してもいいし、データで残してもいいし、それは好きにできる時代になってきますよね。なんかあとまあレコードとかもまた売れてたり、はい、あとねカセットテープでシンプラスしてもいたりとか、はい、さっきの多様化すごくしてきてるところもあるので、だどれか一つがデフォルトっていうようなことじゃなくて、多分いろいろあってみんないろいろ楽しんで、はい、世界になっていく中に、まあ、ハイレゾっていうものも一つ加わっていく感じなのかなと思うんですけど、だからハイレゾ配信だけがドミネートしていくような世界観っていうのは多分ありえないかなと思いますけどね。わかりました、ありがとうございました。引き続き2部でお世話になると思いますので、よろしくお願いします。はいはい、イオン協の黒沢、イオン協ミュージックの黒沢さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、第1部3コマ目、黒沢さんありがとうございました。恒例のキーワードですけれども、これ2つ目ですよね。さあ、1枠目はあれでしたけど、2枠目はどうかな？この枠のキーワードは、イいいです。いいですか？あいうえおのいいですよ。いですからね。よろしくお願いします。しっかり覚えててください。はい、それではまた次の枠まで5分ほど時間空きますけれども、少々お待ちください。それではさようなら。